エメボネプラン。エメボンプランは、フランスの探検家、博物学者、植物学者である。本名はグギオードである。ラロシェルに生まれた。フランス陸軍の下界を務めた後、パリで JN コーバイセットの下で学んだ後、アレクサンダー・フォン・フンボルトと共に、メキシコ、コロンビア、オリノコ川、アマゾン川の地域を5年にわたって旅した。この旅行の間に、 ヨーロッパには知られていなかった、6万種の植物を集め、分類した。1808年からパリで出版された、プランテイイキナキシー・イルズニ・ボンプランの発見は、発表された。この旅の様子は、ダニエル・ケールマンの小説題フェアメスン・デア・ベルトで描かれた。1802年、南米の調査中、フンボルトとエクアドル人のカルロス・モントゥーファルラと共に、 アンデス山脈のチンボラソ山東町に挑戦している。彼らは5875メートル地点まで到達したが、鉱山病にかかったものが何人かいたためそこで引き返している。これは当時のヨーロッパ人が到達した最も高い地点であるパリに戻った後、マルメゾン城の庭園の監督となり、1806年にマナラフィーでメラストームズ、1813年に、 ディスクリプションでプランテレアーズ・カルタビサ・マルメイゾアン、イア・ナバーラを出版した。1816年にヨーロッパのいろいろな植物を携えて自然史の教授となるためにブエノスアイレスに渡ったが南アメリカ中部の探検に向かった。1821年にボリビアを旅行中にパラグアイの独裁者のホセガスパル・ロドリゲス・デ・フランシアの 軍に拘束され1831年まで拘留された。解放された後、アルゼンチン、コリエンテスの参謀がに住み、1853年にサンタアナに移った。ボネプルは植物の学名で命名者を示す場合にエメボンプランを示すのに使われる。小惑星ボネプランや月のクレーターに命名された。ウィキメディアコモンズにはエメボンプランに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。